白いトークを聞かせてもらえるのか。今日はお前喉の調子がいいけど。乾燥対策したけど。バッチリか。まあけど 4K やけど60フレームちゃうけんいけるな。ああ60はしんどかったな。あれ65かも。
ンフォ金沢うどんあれな何が違うんだろうなあれちゃう風が入っとんじゃんかな話しとったけど確かにフィリピンに収容されとって言うて、ああそうだろ、けど収容されとって携帯電話使えるってすごいよ、ああこういうもんだから、金払ったらいけるんちゃう、なんだルフィとキムに次ぐやつか岡山出身なんかなこいつら全部フィリピンにおるから知らん、フィリピンから指示するだけであんな強盗って起こせるもんだね、お三軒難しいもんね、今日は、あ、インド、日本、そして G7 として平和への
4月この2つの詩をサンデーコレクションファイルに収集です。 G7 広島サミットに関する情報は公式ホームページや SNS で発信をしています。 SNS には公式ホームページからアクセスすることができます。ホームページは海賊やディーの人だよな。だけどこんな言うけど D の一族って言っても意味わからんよな。読んでないけ。ピースもとばっちりやな。視聴率爆上がりじゃん。ちょうど今日じゃん、日曜じゃん。ああ一切関係ありませんってテロップで言おうかもしれない。
あ、これか。なんかこっちに。近づいたらごっつい来る。入れたら出ますとか言って言った言った。え、どこ行った？ここでしょうか。勉強しといてくれ。道があるのにこいつが反応してないだけちゃう。うん、けど広いぞ。もう一個向こう側にもあるはずだよなと思うわ。宿泊税か。税やると言おうけど、あんまり払いようかな。
て音が専用になるぐらいかもしれない。ああ、そうやな。隣のなんかあのワンボックスカーは結構なんかカバー外れて中からシートとかが出てきて落ちてきとったよ。あれは結構ひどかったな。うん。雪の中走ったんじゃないんだろう。僕らって雪の中走ったわけではないんですか。まあな。雪がちょっと高かったわけだな。雪もうなんか今日中に発送したらええらしいぞ。あ、そうなの。うん、3泊4日で。だけどまあ今日の日付で23時59分だったらいけるって書いてあると。だけどレンタルが6000円やけど、5回借りたらもう買え、ん？ 5回、10回か。しばらくはレンタルでもいいかもしれない。うん。およそ4キロメートル左方向。
すぐにサービスもかな。汚れるし、汚れるし。せっかく綺麗にして。夏と冬で乗る車変えたい。ああ、二台持ちじゃん。リッチマンやな。おお。ほらほで駐車場を借りまくったのね。逆走してそうでないか。
ちゃうもん。